津田プレート津田プレートは、新旧広島市民球場に設けられている、広島東洋カープの当主だった、津田久しみを記念して作られた、金属製プレートの通称。正式名称は、津田つねみ検証版である。1994年7月14日、津田の一周期直近であることと、背番号14にちなんで、初代の広島市民球場の一類、側ブルペンの柱に貼り付けられた。 同日の試合前には試則による支給式も行われた。その年から1999年まで毎年7月14日は津田メモリアルデーとして記念行事が行われた。プレートには直球勝負笑顔と投資を忘れないためにの文字、去年、選手登録期間、初出場日、初勝利日、生涯成績が記されている。初代の広島市民球場に設置される。 個人の石踏みについては、絹笠義雄の絹笠義雄連続試合出場記録席費に次いで二つ目で以上しか存在しなかった。カープの投手は、投球前に必ずプレートに触れていくと、勇者のスタジアムプロ野球コーチンプレーなどで取り上げている。市民球場移転に伴い、二千九年一月十九日に、広島市民球場から取り外され、同年三月十一日に、 新しい市民球場の一類、川ブルペンとベンチをつなぐ壁に設置された。また、マズダズーム、ズームスタジアム広島のスポーツバーには、ファンのためのレプリカが設置され、母校の山口県立南洋工業高等学校にも2009年にレプリカが送られた。久しみに解明した1985年より、前年までの背番号は15。ありがとうございます。